はい、それじゃあ続きで撮っていきましょう。ね、ちょっとね、一回動画が撮れてなかったので、またここまで戻しに来ました。よいしょ。まったく。さて、とはいうものの、このスパイダーの部品を、どうやって、やるのかな。よこしょーっと。そい。ねえ、もう。こっちかーよ。殺せ。おかしいな。いけたんだけどな。おかしいな。一回これでいけたんだけどな。飛び移れたんだけどな、こっちで。こっから飛び移れたんやけどね。あれ、こっから飛び移れたんやけどね。あれ、よいしょ。あれ、こっから飛び移れたんやけどね。なんでだ？こっから飛び移れたんやけどね。なんでだろう？違う違う違う。違う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 。あれ？あっち、この上から飛び起き、これ乗って飛び移れたんだけどね。なんでだ？こっから飛び移れたのよ、本当に。なんでだ？あ、動いた。でもね、おかしいの。こっから。これでと、こっから飛び移れたんやけどね。そっちから。そう。んで、これで、このスパイダーっていう、なんかね。よいしょ。銅の盾。よいしょい。さて。んで、ここで、このスパイダーの部品を使いまして。んで、ここで、なってるから、よいしょ。全部刈り取ってくれるわけではないのね。残念ながら。ヒデオの館へ招待しよう。はい、ライフボトル4個目。ふぅ。にゃ。よいしょ。はい、補充。ここでボーガンの矢を補充するんだね。OK。ちょうどいい補充ができた。とりあえず、あっこで回復の泉をどうのこうのやるかしら。カメラの視点変わるのやめてくれ。よいしょ。オッケー。よいしょ。さあ、あとはこれで、あとはゴールまでだ。もうパッパッパッとクリアしよう。もうこんなもんか、このやたら強いカカシがいるステージ、もうちょっとだ。麦畑に触れちゃいけん。やたら強いカカシがいるステージ、こんなん何遍もやりたくない。よいしょ。ウーノドストレス。ウーノドストレス。ウーノドストレス。オッケー。さあ、あとはゴールまでだ。うえ、オッケー、オッケー。よし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 よ
もうこういうのは勢い大事よね。これ、これね、これ逆走するとき、ここはね、逆走するときはね、割とやりやすいんだけどね。よいしょ、次。なんとここのダメージだ。あ、違う違う違う、こっちじゃない。こっちじゃない。こっちだ。こっち、こっち、こっち。よいしょ。よし。はい、クリアです。やっとや。ヒデオの館。さあ、どのヒデオに話しかけるんじゃ？よ。さあ、次はどのヒデオに話しかけるんじゃ？光ってるヒデオはどなたですか？光っているヒデオは、あなたですか？よし。どうしたんだ、ボーテス。お前のその姿ときたら何だ？再びガロメアがお前を必要としているとは、これも運命なのかもしれんな。しかしそんな剣じゃどうしようもないだろう。さあ、俺の剣士の剣を使うがいい。過去に俺も何度も救われた剣だ。きっとお前ならすぐに使いこなせるだろう。やった、新しい武器だ。スラムを受け取るに決まってるやん。うえっ、はい、剣士のつ、え、 0% ってどういうこと？0% ってどういうこと？うう、使い勝手はあまり変わらんか。よし、ありがとう。さて次はどこ行こうかね。お、新エリアが出たぞ。それは当然足跡は記録しますよ。よいしょ。さて次はどっかな。メモ帳はこれで小麦畑はクリアでございますな。次は、ほん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 、パンプキン谷に行きゃいいのな。パンプキン谷、ここだな。次なる目的地は。でこっちは眠れぬ街。どうしようかな。どっちにしようかな。パンプキン谷は、ほい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 。パンプキン谷。いろいろとめんどくさいステージ頑張ろうって攻略メモには書いてある。ほいほいほい。よし。パンプキン谷にしよう。よいしょ。足跡を記録しましょう。よいしょ。よし、パンプキン谷、行こう！パンプキン谷。ふう。このかぼちゃは食えねえのか？食えねえし、押せねえのか？いや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 、なんだいけない？
だよなんだよ。お、これ攻撃し続ければなんかある？あ、これ壊すやつか。わけでもない。じゃあどうすんだろう。なんだおめえ。ね、このツタってちぎれる？あ、減ってるね。オッケー。おっと、これはこれこそハンマーカンマーか。これこそハンマーカンマーだな。よっしゃー、オッケー。うわー、なんだおめえ。ここでやっと聖杯の血が上がるやつが出てくるのか。うお、またお前らか。おっと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 。とりあえずそのこの先手やばいややめんどくさいけれども、とりあえずあの攻撃の届かない範囲からやってってちょっと一歩前へ進んで、いっよいしょ、攻撃の当たらない位置からチキンだなあ私もまあでも命が一番大事やからね。よいしょ。いれ、当たっちゃったよ。よし。石板？なんだ、飛び道具持ってくんのかこいつは。よいしょ。石板なんてものはないぞ。あん中入れんの？なんか聖杯のある場所はなんか洞窟、スタート地点からすぐの洞窟って書いてあったな。
そんなとこあったか。そんなスタート地点からすぐの洞窟ってあったけども、そんなものあったか。あれか、これか。とりあえずこいつを選定すればいいんだな。オッケーオッケー。なかなか当たらんね。とりあえずこいつらをねちょっと選定しないとね、どうにもこうにもやから。超チキン戦法、これでいける？これでいける？お、いいねいいねこれ。いいね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 。オッケー。おう、いれ、石板じゃねえかよ。お、コンボか。うう、痛えなあ、あったく。よし、何を補充できる？修理。剣に魔法をかける。って何？剣に魔法をかけるって何？剣に魔法をかけるって何？なんか威力上がったのこれ。なんか威力上がったように思えんのじゃがな。ふえ、ここどこだ。聖杯っぽいものはなかったぞ。石板はあったが、これか、ここか。うん、ここさっきんとこだな多分。なんか一瞬見えたけどここじゃないか。聖杯的なもんはなかったぞ。
チン。無駄足ってわけではなかったけど。どこの壁を壊せというのじゃ。まあ、剣に魔法をかけるの意味はちょっとわからなかった。おおおおおお、なんかある。なんかまたどっかから入れる場所があるのか。ちょっと探してみっぺば。あ、ここはさっきから出てきた場所だな。進む道がわからん。なんかあこに回復ボトルがあるけど、流れもどっかからか出てくるのかね。ちょっとあんまり無駄にあれ使いたくはないしな。ここって入れないか。入れた。入れたけどやな。入れたけどやな。おえい。あ、これ自分で回さなあかんやつか。これどっちに回せばいいんだ。あ、上がっていってるね。 OKOK。わはーい、わはーい。カオスの石板、こっちか。それでようやく進めんのね。もう多少のダメージは気にしねえ。なんかまた石板がいるじゃないの。とりあえず回復すってか。一応聖杯は過半数いってんのかな、これ。第一の石板がいる。なんか順番に開くのかな、これは。お、なんか魔法のキノコに乗り先へと進む。足を踏まつならそこの人が跡形もなくお前を飲み込むだ。ひえー、またそのパターン。おっとおっと、もう25分か。
よし。ということでね、今回はここで終わりましょう。それでは、皆さん、バルニオス。次回で続きます。ご視聴ありがとうございました。また見てね。